どうも、お疲れ様です。竹タクシーです。というところで、えー、今日もですね、えー、前橋、群馬、前橋での営業成績と振り返り、あと今日の伝えたいこと、この3点をですね、えー、お話ししていきたいなと思います。はい。 じゃあ早速ですね今日の売り上げなんですけども、えー、5月、えー、6日朝8時から、えー、夜中3時までの営業です。はいえー、営業本数としては、えー、19本、えー、行いまして、えー、総売り上げが4万、えー、7460円でした。はい で、えー、と一番長い距離で今日は、えー、9150円出ました、はいまあ、この9150円っていうのは、まあ、4人のお客様を乗せまして、えー、各所に乗せていったという形ですね、はいまあ、4人で、えー、楽しく飲んで、えーまあ、家がある程度近いところだったので、まあ、一緒に乗せて 最後にまとめて支払っていただくというような形で、まあ、ちょっと長い距離、えー、いろんなとこ回ったんで出たっていう感じでしたはいで今日の振り返りというところで、まあ、いつもと比較してなんですけども、まあ、土曜日というところで、まあ、ゴールデンウィーク中、まあ、明け、まあ、どっちかなって感じの日付なんですけども、えーまあ、土曜日 普通の土曜日扱いというところで、えー、病院もちょくちょく小さいところはやっていたのかなというところで、まあ、昼間もお何軒かですね、その小さい薬局だったり、えー、病院の送り迎えみたいなのもあったので、まあ、ある程度、いつもの土曜日ぐらい動いてくれたかなという感じですね。はい 特に祝日は病院がやってないので厳しいところもあるんですけども、まあ、土曜日はまだあ病院もあってちょくちょく動くかなっていう感じですはいで、まあ、夜なんですけども、まあ、いつもとちょっと違うなと思ったのがやっぱり駅からあ乗るお客様があいつもよりは多かったのかなというところで、まあ、ゴールデンウィークで、まあ、どっか遠出して、まあ、結構キャリーバッグとか持ってですね えー、もう駅で結構待ってるお客様も多かったりして、えーまあ、今日帰ってくるどっか遠く行って帰ってくるとお客様も多かったのかなっていうふうには感じていますはいで、まあ、終電後も、まあ、タクシー自体は動きっぱなしで、えー、やっぱり飲みに出てる、えー、街にですね飲みに出てるお客様も多かったので えー、まあタクシーはー、どのタクシーも動きっぱなしという形で、えー、まあいい営業がある程度はできたのかなっていう感じですね。はい。まあ自分はまあ3時で上がってしまったのですが、まあ他の方はまだやってるような状況ですので、まあ皆さんは5万台とか乗ってる、まあ余裕で乗ってるのかなという、まあ勝手な予想ですけども。 自分はちょっと早めに上がらせていただきました。はい、で、そうですね、今日ちょっと目立った出来事、うん、そうですね、目立った出来事は、特にはなかったんですけども、よく聞かれることとして、やっぱり車の質問ですね、自分はあのジャパンタクシーっていう、まあ、結構もう東京ではメジャーになっている車に乗っているんですけども、 前橋ではまだまだ珍しい方というところで、まあ、車の質問ですね。この車の車種は何ですかとかあー、ハイブリッドなのとか、何のガスで動いてるのとか、いろいろ聞かれたりすることは、やっぱりこの車乗ってると、まだまだあー結構乗ってはいるんですけども、毎回のようにある感じです。はい。 まあ、トヨタのジャパンタクシーという車なんですけども、まあ、一般では買えないのかなとかいろいろ聞かれたり、えー、します。はい。まあ一般でなかなか見ない理由として、やっぱり、えー、そうですね、メーカーもそんな売り出していない、一般にはそこまで売り出していないっていうところと、まあ、大きさの割には値段が高いっていうところなのかなとは思います。 あとそうですね、ガスも LP ガス使ってますので、なかなかスタンドも少ないというところで、えー、なかなか一般の方が使うにはちょっと不便な部分もあるのかなと思います。はい。まあ、ただですね、まあ中はあ足元がか広かったり、えー、天井が高かったりするので、まあ、乗りやすいっていう面ではすごくいいので、 そうですねちょっとしたチャリキャリーバッグですねキャリーバッグも足元に乗ってしまったりして、えー、すごく、まあ、タクシーとしては使いやすい車なのかなと、まあ、一般としてもですね、えー、結構使いやすい使おうとすれば使いやすい車なのかなという,う印象で、まあ、運転しててもそうですね、えーまあ、後ろにはシートヒーターついてたりして。 えー、運転しやすさもあったり、えー、お客様には特に好評いただいています、まあ、個人的にも満足して、えーまあ、この車に乗れてることはすごくありがたいなと思っております、はいまあ、そんなところで、えー、最後ですね、えー、今日伝えたいことといたしまして まあ暇な時間の使い方で、まあ、大きな差が出るのかなというところですね。まあ、差というのはやっぱり、えー、人生全体の差っていう意味ですね。うん、そうですね。売上自体は正直、えー、運用素が結構大きい仕事になりますのでそこまで 頑張ったから売り上げが上がるっていうもんでもないですし、まあ、頑張りすぎれば逆に事故だったりそういうリスクもあるので、うんまあ、そういったことよりもやっぱりどうしてもお暇な時間帯っていうのはあできますのでタクシーの場合はその暇な時間をどう使うかというところですねはい、まあ、自分がやってるのはあそうですね特にお金とかあ そうですね、健康についての勉強ですねで、それをしっかり実践していくというところになります。はいうんそうですね、お金の稼げる、稼げないは正直、そこまで、えー、タクシーでも、まあ、差が出づらい、まあ、やっぱり運要素が大きいので、えー出づら、実力で出づらくなっちゃう部分があると思うので。 それよりもお金をどう守っていくか、運用していくか、あーっていう方が個人的には大事だと思うので、えー、お金の勉強だったり、えー、健康の勉強ですね。はい。特に食事とかそういうところにはしっかり勉強して、えー、特に運動とかもですね、しっかり健康については勉強することによって、えー、特にタクシーの場合は、 えー、完全不愛というところで、えー、体を壊して休むというのが特に大きなリスクとなってきますので、そうですね、一日一日をどう頑張るかよりも長期的に見てですね、えー、仕事を休まないっていうところがとにかく大事なのかなっていう仕事になりますので、まあお金と健康の勉強ですね、特にはその二つ、 個人的にはしっかりやって、全然収入は一般的な会社の正直3分の2ぐらいになると思うんですけども、全然今の方が前の会社よりも貯金とか、そうですね、ニーサとかイデコの投資ですね、えー、そっちの方にもしっかり回せていますので、うーん、やっぱり勉強の成果は出てるのかなというところで、まあメンタルも安定しつつ、 楽しくやらせはいそうですねずらーっとですねえー、なかなかと喋っていきましたが、えー、今日もですね、えー、これで終わりというところで、えー、今後もですね求人情報ではわからないような、えー、タクシーのですね、えー、リアルっていうものをおー伝えていきますので今後ともよろしくお願いいたしますそれではまたバイバイ